こんにちは、吉田貴也です。今日は、もう今11月の半ばになってきたと思うんですけれども、クリスマスのシーズンになると12月に入ると、まあ、忘年会だとか、あと、まあ、クリスマス会だとか、まあ、今度1月に入ったら新年会とかって、本当にこう外食がすごく続くと思うんですね。で、外食続くとやっぱり皆さん、さすがにこう胃腸が疲れてくると思うんですけれども、まあ、そういった時に食べ合わせとか、あとそのちょっと体を回復しやすい方法をちょっと先にお伝えしておこうと思います。で、まずはもちろんその外食が続く間はぜひ少食にしていただいたり、間を抜いていただくっていうことはとてもいいことだと思うんですけれども、まあ、例えば食べ合わせなんですけれども、じゃあ例えば今日は、お肉がいっぱいある食事になりますっていうことだったとしたら、じゃあ、牛肉に関しては皆さんどんな食べ合わせがあるかご存知でしょうか。例えばフレンチとかに行ってステーキとかっていうのが出てくるときはクレソンがいっぱい出てきますよね。で、いっぱい出てこないから肉は出てこないですよね、高いの で実はクレソンはお肉を打ち消してくれる作用があるので、実はクレソンもっといっぱい食べてほしいなと思います。日本でいうとセリとかに当たるので、そういったものも一緒に食べていただけたらいいと思うんですけれども、ちょっと高級なので難しいかなと思います。でもうちょっとお安く手に入るとすればポテト料理ですね。ポテトともよく組み合わせがあると思うんですけれども、じゃがいもも、打ち消してくれます。で、次に、例えば豚を食べるときですね。豚さんのときは、例えば生姜焼きにしたりしますよね。生姜も、打ち消してくれますし、あとは、大根おろしだったりとか、キャベツ、とんかつとか食べに行ったら、キャベツがもうてんこ盛り、他は自由ですよとかっていう時ありますよね。そんな風にして、キャベツも、溶かしてくれます。で、あとはですね、例えばとんかつとかの油が、衣がついているもの。で、天ぷらとかもそうなんですけれども、例えばレモンをかけるもそうだし、あとは、大根おろし。大根おろしは油を分解してくれます。で、なので、大根おろしはとてもいいと思います。そしてキャベツも、油を分解してくれますね。串カツ屋さんとかいったら一杯一本てんこ盛りにしてあったりすると思うんですけれども、一緒に食べていただきたいと思います。で、あと鶏なんですけれども、鶏は、例えばトマトソースとかと組み合わせるといいっていうのもありますし、あとはこう皆さん焼き鳥屋さんであるネギマですね。ネギもああいう辛みのあるネギとか玉ねぎとか、あと、そうですね、キノコとかもですね、そういったものが、鶏を溶かしてくれます。あとは、海外でいうと七面鳥とクランベリーソースっていう組み合わせがあるんですけれども、鶏の、油を溶かしてくれるのでクランベリージュースもいいですね。そういった、例えばクランベリーのジュースが飲めるお店だったら、そういったものもいいかもしれません。で、あとお魚に行きますと、マグロの場合は、まあ、基本的にわさびとの組み合わせなんですけれども、大根がこう切った千切りになったツマとか剣とか言われるものが最近ついてなかったりするんですよね。なのでぜひついてるところのを全部食べてほしいんですけど、私とかあんまりその身の方を食べなくて、その大根だけ食べてたりとかするんですけれども、まあ、そんな風にして大根は本当動物性の油を溶かしてくれるので何にでもすごく有効だと思います。で、あとサバとか、アジとかっていうのはやっぱ生姜との組み合わせがいいですね。で、あと、カツオのたたきとかだったら、玉ねぎとかニンニクとか付け合わせがありますけれども、そういった付け合わせの部分をたくさん取っていただくと、その油を分解してくれる作用があるので次の日楽です。今言った、組み合わせをしていただくと、その、例えばお肉とそのお野菜との組み合わせで分解 しやすくなってくるので、その野菜も多く取ってもらうと次の日だいぶ楽です。なのでお肉いっぱい食べたいかもしれないんですけど、お肉よりもそれと付き合わせている野菜の方をたくさん取っていただくと、後に残りにくいです。ですのでぜひそういう風にしていただきたいなと思います。あとはお酒に関してなんですけれども、飲んだ日は、夜帰った後、例えば梅干し食べてもらうというのもいいと思うんですね。本当は
燃焼番茶っていうのがあるんですけれども、それはちょっとなかなか難しいかもしれないので、梅干し食べてもらうとか、次の日の朝、お味噌汁を飲んでいただくとかっていうふうにすると、肝臓に優しいですので、ぜひ試していただけたらなと思います。まあ、これから、連会シーズンが始まっていきますので、連会シーズン始まるまでは、できるだけ少食にしていただいたらいいかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。